うららチャンネル。こんにちは。今日もうららチャンネルに来てくれてありがとうございます。Hello, my friend.Welcome to my channel. Welcome, Urara channel. My room is very safety room. Relax. I hope you are doing well. Yes, you are.Yes, I am good. Yes, we are good. Today's video, 今日のビデオは ear cleaning, 耳かき。スワップボックス、綿棒の箱の音と綿棒、Very tingle. A nice tingle. Ear cleaning sound is very tingly sound. じゃあ、これの耳かきの音。やりますね。そう。そういえば、この間さ、友達と好きな音楽は何って。友達4人ぐらいで集まって話してたんだけど、今回は男友達4人で、年代はみんなバラバラでさ、20代30代40代50代と、まあたまたまそんな年代が集まって好きな音楽の話をしててね。で、俺が好きなその音楽っていうかアーティストの話が出てきて、で、俺はギタリストのリッチ・ブラックモアとかすごい好きだったから、ディープパープル、中学の時にそのバンド組んでて、ディープパープルのでギターの練習とかもすごいしてたから好きで、あと高中正義とかね、ギターやっぱりギタリストなんだけど、あとチャーとか、チャーもギタリストだね。で、好きなバンドで、まあその後もその
年代とかは関係なしにして、その好きなアーティスト RC サクセションとか日本ではすごい好きで、であと佐野元春とか、あとビーズも好きだね。サザンオールスターズも好きだし、ただ歌謡曲っていうジャンルって言わないと歌謡曲はでも、そっちの方面をそんなに聞いてなかったっていうか、どっちかっていうと洋楽を結構聞いてて、洋楽ではピンク・フロイドとか、マーヴィン・ゲイ、スキャットマン・ジョンで、もちろんマイケル・ジャクソン、マイコー・ジャクソンすごい好きでね、やっぱりダンスとかがすごい好きになったのはマイケル・ジャクソンの影響とかでもあり、で、あとブルース系の、てかブルース・スプリングスティーンとか、好きかな。あとパンクが結構好きだったんで、クラッシュとか、セックス・ピストルズはあんまり聞かなかったのかな。まあそうやって音楽の話とかしててさ、で若い子たちもその俺が名前を出したアーティストを、まあ友達だから、まあもともと結構趣味も近いっていうか、やっぱりそういう音楽も全部知ってて、で年上の人ももちろん結構知ってて、で特に自分の中ですごく印象に残っているアーティストで、日本のアーティストでシオンとかすごいいいなって、癒し系のブルースですごいいい声でさ、で友達もみんな結構シオンが好きでね、野音また続けてるから今度見に来ないなんて話しててさ、でやっぱ若い子はね、新しいアーティストのことも結構好きだし、で俺もうちの娘がいろんな最近のアーティストとか聞いてるから、ワンオクロックとかもいいなって、すげえかっこいいなって思うしね。で音楽って古い新しいってよくよく考えてみるとないなって思ってて、だから確かに時計や暦で考えると先に出したものは古い、後から出したものは新しい、そんな感覚になるのが常なんだろうけど、やっぱりすごく昔のパイプオルガンの曲を聴いて、あ、とても新鮮だ、今まで知らなかったから俺の中では新曲になるわけで、新しい古いっていうのは幻、突き詰めていくと幻なんだねとかみんなで話しててさ、でそう考えていったら
音楽だけじゃなくて学んだことやその蓄えている知識、これに関しても古い新しいっていうのは感覚、価値感覚、プライオリティの高さ、重要性で変わってくるのかなって。昔から好きなものっていうのは今でも新鮮だろうし、でそれが当然のことのように思うだろうし、なんていう話で盛り上がっててさ、すごい楽しかったな。音楽でも音でもそうだけど、古い新しいそういう思いよりもただただ音を楽しんでいきたい、でもそういうふうに思うようになったのは最近なのかな。俺もここ 2,3 年はすごく音を楽しんでる、味わってる。音の例えば音楽でもその音の匂いや味や距離や色や形、そんなものまで感じようと思ってるんじゃなくて自然に感じてるっていうか、そういう時間が結構ね楽しい。話すの好きだね。しょっちゅうしょっちゅう会うのってどっちかっていうと俺はあまりそういうことが得意なタイプではなくて、たまに会うのがいいな。人それぞれだけどね、そういうのってね。それでね、音楽の話終わってからすごいすごいなんか面白い論点が出てきてさ、愛情というよりもでっけえ愛っていうのは一体なんだろうねみたいな話をね、まあむさい男4人で話してたんだけど、なんとなくなんだけどね、俺が感じたのは愛っていうのは自分の感情や意識とはもう一緒なんだけど別の存在。ややこしいね。だけど愛情となるとさ、その情動、感情が入ると愛ってすごいいろんな形があって、まあ、恋愛もそうだし、何か例えば好きなもの、ペットだってそうだし、盆栽だってそうだし、お茶を愛する、音を愛する、いろんな愛情っていうのはあるわけじゃない。人じゃなくて、人だけじゃなくての人形に対して愛を持ったり、好きなアーティストに対して愛を持ったり、
大好きな映画に対して小説に対して愛を持ったりで、なんと人間っていうのはそんなに器用でもない部分があるから、憎しみを愛してしまったり、さらには痛みを愛してしまったりね。だから愛ってそう簡単に自分でコントロールなんかできないから、全部そのでけえ愛っていうものに対して俺たちはつながってる。だから自分の感情云々ではない。で、逆に嫉妬っていうのは自分の感情で、自身の感情でみたいな、なんかそんな話になって盛り上がっちゃってさ、とっても面白かった。で、そこに絶対的な答えなんていらないよねっていう話になってさ、野郎同士で話したけど、面白いぐらいにロマンチックだったね。音楽の話、あと小説の話とかしたかな。俺好きな小説は星新一さんの小説とか、あと筒井康隆とか、赤川次郎も結構好き。赤川次郎はすごい読みやすいな。クラシックの組曲みたいな文章構成が大好き。漫画はイニシャル D が大好き。あと火の鳥、いいね。あと大友克洋の漫画なんかもちょっとグロいとことか結構あったけど好きだったな。アキラとかで有名になる前の大友克洋の作品とか好きだったね。今日はかなり自分事ばかりを喋ってしまった。よし、ダブル攻撃、これはお約束だね。で、きっとダブルの時は雑談は声と音ごちゃごちゃになっちゃうから、もう静かにします、いつも見てますってコメントとか結構もらってます。で、ちゃんとコメントは読んでるんです。で、ただいつも見てますだけだとちょっとコメント返すのが恥ずかしかったりもするので、ありがとうございます。というわけで両耳で待ってね。こっちの綿棒にしよう。行くよ。
とても綺麗になった。じゃあどうもありがとうね。皆さん良い夢を。See you again.